はい、で先ほどお話ししですた CSMACA ですね, M A ですねこれは無線ンでアクセス用いられているアクセス制御です。で有線のンの時には、ね、CSMACD キャリアセンスマルチプルアクセスコリジョンディテクトというのを使うんですけど無線の場合にはですねディテクトが難しいということで,です、ね、そもそも衝突が起きないようにしないといけない衝突が起きてしまうとですね ちょっとあの起きたことがですねなかなかわからないんですね。例えば今ですねこう A とこの無線端末 A とですね無線端末 B と無線アクセスポイント C があってですね A と, A と C は通信できる。B C B と C も通信できる。だけど A と B はですねお互いに自分たちの出した電波が届かないそういう関係があります。有線はこういう関係がないんですけど無線ではこういう関係があります。 この時にです、ね、同時にです、ね、A と B が送った時に、えー、衝突が生じるわけですけどもその衝突が生じたってことは A も B もわからないというのがですねこの話は詳しくはお話ししませんけど、まあ、どうやってやってるかというとこれは、まあ、あの本当に、えー、電気系のそうです、ね、通信情報システムの、えー、こういうことやってる方はそっちのプロフェッショナルなのであの軽くお話しますけど。 基本的に、ね、CSMACD では衝突を検知するんですがその代わりにです、ね、データを送って相手がちゃんと送れたかという確認を開くという信号を待ってです、ね、解決する <laughs> そのためにです、ね、データを送ってからしばらく何もしないという時間を取るという、まあ、こういうのをです、ね、入れますあと、ね、RTS と CTS リクエスト・トゥ・センド送っていいですかと言ってです、ね、いいですよと言ってから送る。 クリアートゥーセンド送っていいですよっていうこの二つのやり取りを入れるというところがですね違う。まああのタイミングチャートでいうとこんな形なんですが、まあちょっと時間もないんでこの話は飛ばしましょう。でこのイレブンシリーズはですねイレブン B とかイレブン G とかイレブン A とかあるんですが、まず最初に普及しているのはイレブン B です。これは2.4ギガヘルツの電波を使います。 でこの 2.4GHz はですね ISM バンドと呼われまして、えー、電子レンジなどででも使われる周波数帯です、えー、で先ほど言いましたこの省電力すなわち技術的合認定機器であれば免許不要なんですね。えっ、ー、と電子レンジで使われるかっていうところについてちょっとあの脱線ですけどこれ。 えっとうちの研究室にある電子レンジなんですがあの電子レンジはですね普通の機械と違ってです、ね、横にこうこんな大きな説明書が書いてあるんですね。でしかもなんか回路図まで書いてある普通こんなんないでしょ、ね。冷冷蔵蔵庫庫買ってても冷蔵庫の横に回路図書いてないなですよねでも電子レンジはあるんですね。これはなぜかというと電子レンジはですね非常に特別な機器だからです。 まずここに見てください。大きさとかの横にこれ発信周波数2450メガヘルツですね。ちゃんと周波数が書いてます。そしてここにねマグネトロンという機械が回路図に小さく載ってるんですけどこれがですね電波を出す機械です。あ皆さんその電子レンジの原理まで説明している時間がありますけど電子レンジっていうのはですねこの食品に 電気を当ててそこのまあ水分子を振動させることによって物を温めるっていうそういうもんなので、えー、電磁波を出すす機械がありますで基本的にはですねその電磁波は外に漏れないことになってますけどやはり外にわずかに漏れるので電子レンジを使うと無線ランのせ性能がガクンと落ちたりするっていうことは知っておいてください。でえー、と特徴的なとこ、ね、ここに 総務省基準適合形式認定って書いてあるんですね、えー、普通ですね家電製品の所轄は経済産業省なんですけど電子レンジンだけはですね、えー、経済産業省に加えて総務省の認定がいるなぜならば先ほども言ったように電波法の比企だかですでえっ、ー、と この最初にできた、ね、11B は、ね、11Mbps というです、ねまあ、昔の有線の欄と同じぐらいのスピードで今のです、ね、有線が 100Mbps1Gbps になってきたのに比べて遅いということで速くしたいということで工夫されてできたのがという規格です。それからです、ねえっと、一方です、ね、この5 g ヘルツ帯こちらはです、ね、電波に比較的余裕があるので最初から。 54Mbps 出ていましたで最初はですね屋内しか使用できなかったんですが今はこの帯域のうちの半分ぐらいは先ほどお話ししたように屋外でも使えるようになっています。でそれに対してですね 11n これはですねもう電波の周波数を広げるわけにはいかないので今使われ割り当てられている周波数の中でですねいかにスピードをアップするかというで で一応ですね交渉最大 600MHzBPS って書いてあるんですけど、まあ、こんなの出るわけがないので皆さんあの無線 LAN 機器のですね宣伝の時に数字の大きさに騙されないでください、まあ、600MHz 最大と書いてあってもこれあくまで最大で電波暗室でもない限りこんな性能が出ることはないので,でどうやって速くするかですけど一つはですねブン、えー A5 ギガと世界 11G2.4 ギガを両方使ってやるそれからですねちょっとこの後でお話しするチャンネルボンディングというですね複数のチャンネルをまとめて用いるという方法をやりますどういうことかというともともとですね例えば5ギガヘルツ帯だと利用できる周波数がここからここまでとここからここまでに分かれています先ほどお話したようにこの上の方がですね えー、屋内でしか使用できない方でこちらが屋外ででで使用できる方ですもともとはですね1電波チャンネルごとにこんだけのこの赤い小さい領域を割り当てたわけです。えー、だから全部でですね何チャネルか12348全部で19チャンネルまであったのかな。こんだけチャンネルが用意されて でそれに対してですねチャネルボンディングっていうのはチャネル数を半分にしていいからです、ね、2つをまとめて使おうというととですで2つまとめて使うとスピードが倍になるかというとそうではなくてもともとですねこの2つの間にですねこう境目のために使わない電波の領域があったんですけどそこも使えることになると全体的に大きくなるんでだいたい2つ使うと3倍ぐらいの帯域が取れます。それで早くしようというのが まず一つですただですねこの考え方は実は2.4ギガ帯ではですねあんまりうまくいきません。というのはですね2.4ギガ帯ではもともと11チャンネルあることになっているんですがそのほとんど重なって11チャンネルなんですね。本当に独立しでこれをですね、えー、とチャンネルボンディングするために。 今まで3つぐらいで分けたのを2つで使うことにしたのでまああのさっきの話でいうといスピード的にに倍ぐらいにしかなってませんしかももともとですね窮屈だったところこうチャンネル2つでどちらか使っているときにはねあのもう他の人はこっちしか使わないとかもう基本的にはきつきつになってしまったのでえ 非常に窮屈だということですでこれを見ていただくわ分かるようにです、ね、無線 LAN で性能を出そうと思ったら、ね、5GB 対を使うしかないよということです。この辺ですねあんまりこう意識しないで 2.4GB も 54MB って書いてある 5GHz も 54MB って書いてあるどっちも 54MB か 2.4GB 使おうなんて思っているとです、ね、全然性能が違うということです。まあ、さらに言うと 2.4GHz はですね先ほども言いましたようにこう Bluetooth とかですね、えー、そういうあるいはまあ電子レンジも含めていろんな電波が干渉しているのでもし皆さんが無線 LAN でパフォーマンスを出したいというのであればぜひ 5GHz を積極的に使ってくださいであと一つですね、えー、MIMO、えー、マルチインプットマルチアウトプットという技術がありますこれは複数のアンテナを使ってですね 基本的にはですね送る方から2つアンテナで送って受ける方も2つアンテナで送ります。でここでえと単純にこの話も <laughs> 専門家もいらっしゃる前であんまり詳しくは言うと大変なんですけど単純にですねこの別々のデータを送ってですねこの2つ送るのではなくてこちらで送ったデータを このつつののののアアンンテテナナででで受受けけまますすこここちらで送ったデータも干渉の具合をちゃんと計算することによって単にこのねアンテナを2つ2つにしたから2倍になるんじゃなくてまあ4倍とは言わないまでもそれに近い相乗効果を出すというのがこの i m の考え方です。で実際にはですねこのアンテナ 4×4 ぐらいまですると、えー、非常にいいまあただですね皆さんのですね、えー、端末側はですねこのたくさんアンテナ立て 実際にこれをフルに性能を出そうと思うと受ける方もですねでまあ,あの技術的なあのきっちりした話はまあそれぐらいにしてですね、えー、非常に定性的な話をしますと無線 LAN っていうのはどんな感じかっていうとですねあんまり届かないんですね。まず 普通に皆さんが使っている無線軟の電波は鉄筋コンクリートで遮蔽されますからあの隣の部屋の無線 LAN はもう極端に弱くなりますマンションでもです、ね、ちょっとあの壁2つぐらいあの鉄筋かけるとです、ね、届かないそれからです、ね、じゃあ木造だとい言いかとですね、実は無線軟の電波はこう反射して届くので木造だとです、ね、反射がなくて吸収されてしまってまた届かないんですね。 屋外ではですね、えー、と本当に何も見通し何もなければ直接届くんですけど結構ですね樹木が、えー、遮りますで。さらにですねノイズによる性能低下があります。えー、とこのですね木造ではどれぐらい届かないかっていうのは実は一度実験したことがあって昔の完全木造のですね古民家に行ってですねこう無線 LAN のアクセスポイントを立ててと実験しました。あの、 本当にまあ電波ア室とは言わないまでもそれに近いぐらいですね吸収してくれてなかなか厳しいということが、えー、測定してみてわかりました。それからそうですねもう一つえー、っと2.4ギガこれはですね、えー、どうみたいな,なはい横軸が周波数で縦軸がですねいろんなものが吸収するというもので、えー、2.4ギガ帯の電波はですねまあ水分よりは実は えと酸素によって吸収されます2.4ギガってこの辺ですね今こう1からここ見て10でここから100ということでえー、と多分24ギガぐらいはですね水がこうすごく吸収するんですね。えっ、ー、と皆さんそう、あのー、衛星放送を見ていると豪雨の時見れなくなるっていう経験された方いらっしゃいますかね。えっ、ー、と衛星の電波はですね12ギガぐらいですね。はい でえー、と12ギガぐらいですかこの辺ですねこれ結構ですね水分子の影響を受けるので水の影響を受けるので大雨の時には電波が届かなくなります2.4ギガはですねもうちょっと下なので水の影響はなくて一番影響しているのはですねどうも酸素だそうです。まあ、ということで空気そのものがですね、えー、と電波の抑え入るということですね。 でこういうふうにですね届かないんだけども一方でですねセキュリティを考えると気をつけなきゃいけないですね、えー、思ったより飛ぶことがあります。本当に見通しさえ良ければですすね数百メートル届きます、まあ、特にですねえっとですすね届きます、えー、いやうちはそんなん使ってないからと思うかもしれないけどいやいや悪いやつがですね遠くから指向性のアンテナでこう狙ってくると相手だけでもですね 届きますそれからですねなんかいろんなとこ反射したりです、ね、場合によってはなんかこの、えー、建物の鉄筋がこうアンテナの効果するのかなんか知りませんけどなんか建物の最上階の電波がですねずっと下の地下の部屋で,です、ね、入ったとどこ通ってきてるのか分かんないけど入ったまあそういうことも現実にあったりします。あるいはなんかこう2つ離れた建物で,です、ね の電波が拾えたとかですね。ということでこういうふうに距離が離れてるから大丈夫だろうと思っているとそれがあの場合によっては情報漏洩につながると,、えー、とそうですね、まあ、実際京都大学にはですねえとこの3月まで品川のインターシティのですね27階かなんかにですね 東京オフィスっあってそこにこのあれと同じ基地局がついてたんですが2 0 0ルぐらい離れた建物のとかからですね「お宅の電波邪魔やからちょっと弱めてくれないか」みたいな苦情が来たことも本当にありましたさてここから少し中身の話に入っていきます。で皆さんでですすすねね無線、LAN、の設定するるときにはなんかなか SSID、ね、ID を 設定しなきゃいけないだよっていうことは一度でも使ったことあったらですねご存知がと思います SSID これはですね正式にはサービスセット ID と言います何かというとですね先ほどもお話しした802.11の無線 LAN でアクセスポイントを識別するための識別子ですで322文字までなのにの文字列がつけられることになっていますで えー、よく似た言葉に ESSID これは何かというと先ほどお話ししたです、ね、ローミングすなわち一つの優先欄に複数のアクセスポイントがつながってそれが共通の SSID を使っているときにローミングさせましょうという拡張なんですがそのためのものを、ね、ESSID というふうに言います。ただ普通皆さんが いろんなところで目にされるときにはです、ね、この2つは区別されずに SSID というべきところを ESSID と言ったり逆だったりしますまあまり区別は気にしなくていいですとにかくこういう識別子だということですね。で SSID はですねアクセスポイント側と端末側で共通のものを設定しないと 通信できないという意味ではですね識別するものにはなるんですがセキュリティの機能に役に立つかというと結論から言うとノーですえっ、ー、とですね端末が面倒くさい時にですね「ANI」っていう設定してしまうとあるいは空白とか設定していくともうとにかく空いてる基地 ESSID 見つけたら黙ってつなぐというようなモードに なっていることがあります、まあ、最近 Windows なんかはです、ね、そういうことをしないようにいちいちつなぎますかって聞いてきますけども、まあ、そういう設定も可能です。それからですねアクセスポイントは基本的には定期的にですねビーコンと呼ばれる信号を出して私はこういう ESSID で無線 LAN 送ってますよっていうのを見せます。皆さん例えばスマートフォンとか パソコン使って w i f i 開くって、まあ、どっか行くとですね周りにたくさんの w i f i の基地局が立っているのが見えると思いますそういうふうにですね教えてくれるわけですねその教えたやつに対してつなぎに行けばですね、えー、つながってしまうわけで基本的に ESSID はですね、セキュリティ機能はありません。あとですねよくあるのがですねこの ESSID っていうのはですねこう、 公開されてるんですねあのその後いくらこうきちんと暗号化をかけていたとしても ESSID そのものは公開されていますあのそこにです、ね、自分の名前を入れてたりです、ね、あるいはです、ね、恥ずかしい彼女の名前とか設定しててです、ね、歩いてるともうあの恥をさらしてるのと同じですので、えー、ESSID に設定した文字は、えー、みんなにこう、ね、名札つけてあいてるのと同じだというふうな意識を持っておいてください。 ははいではですねここからセキュリティの話にいきたいと思います。ちょっとですね今日はスライド多くてこれ、終わらへんかなまあ適当に行こう <laughs> まず、えー、と無線んでセキュリティをするためにどうしたらいいかということで、えー、最初、誰でも思いつくのは、ね、SSID なんとかならへんかなと SSID がですねこうビーコンでアナウンスされてしまうと分かっちゃうからビーコン止めたらどうか。 そういう設定はできます。これをまあ多くの無線基地局で対応しています。ステルス ESSID と言います。その場合はですね、こう接続しようと思っても見えなくて、端末側でその ESSID にちゃんとセットしてやらないと繋がらない。まあそういう運用しているところもあります。えっとこれはですね、多少はマシです。でも普通につなごうと思ったら繋がらないだけでですね、実はちゃんと モニターしてているると誰かが使っていいさえすすればです、ね、見えるんですねちょっとあの無線のパケットを全部キャプチャーして中身を見るっていうことをすれば分かってしまいますのでこれはあの意図的にですね無線を乗っ取ってやろうと思う人に対してはほとんど無力です。あともう一つあるのがですねマックアドレス登録といいまして各端末は全部 固有の、Mac、アドドドレレレススス物理アアアと呼ばれる48ビットのアドレスを持ってますでアクセスポイントの側でですねそのアクセスポイントに登録された端末しかつなげないっていう設定をすることができますそうしておくとですね関係ない人がつなごうとしても全然つながんないよということなんですね。でそれは素人さんがつないでくるのを 防ぐには十分効果的なんですけど、ただですね、えー。あくまで無線なので。そういうやり取りは攻撃者は無線の電波をキャプチャーしたら全部見えるんですね。で、しかも、先ほどこう無線の。時に使われるマックアドレス、物理アドレスはこう各機器が固有に持っている。まあ、製造番号に相当するもんで、そう簡単には書き換えられないということを。 ちらっと言おうとしたんですが、えー、そう簡単には書き換えられないけどですね、その気になれば書き換えられるんですね。えー、ちょっとあのその辺にはないファームウェアを使ってやるとできます。ということで、えー、セキュリティの機能としてはですね、マクアドレス登録もまああのないよりはマシ程度思うんです。まあ皆さん少なくともですね、えー、とセキュリティ上安全かどうかって聞かれたらこれはまああの気休めみたいなもんだという。 認識で言っておいいくださいでそういう意味で,はですね、後でお話する暗号化とかきちんとした認証が必要になりますあともう一つですね、えー、とアクセスポイントまではつながしてそこから先どうするかでコントロールしようというやり方があります。 で普通、ですね無線アクセスポイントにはつながるんだけどそこから先ですね通信が制限されるというのが多いです。まあ、あのよくあるのはですね公衆無線 LAN サービスとかあるいはホテルの部屋にある無線 LAN とかでこうねつながったらウェブ見ようとしたら別のページに誘導されて ID パスワードを入れさせるこれキャプティブポータルと言うんですけどこういうパターン、すなわち認証が済むまではですねそのポータルから外に出ていけない。 あとです、ね、つながった後もっ、ねえー、と無線 LAN ですから本来は LAN なので例えばこの部屋の無線なんかも皆さん方の端末同士が直接通信しうるのですが、えー、そもそもそういうことが考えられてない環境ね。えー、お客さんにサービスする,する無線 LAN だとお客さんの端末同士が直接通信するっていうことはほとんどないですよね。であるとししたらですね、えー、どれ誰かのの、パソコンがウイルスに感染してて周りの パソコンに攻撃かけている、まあ、そういうケースなので、まあ、そういうのを止めるというです、ね、プライバシーセパレーターという機能を、えー、使うこともいいです、まあ、これ端末側でそういう設定することもできますしアクセスポイントの方でそういうい設定をすすることもあります、まあ、皆さん例えば、えー、Windows なの PC で LAN、えー、につなぐとこれは安全ですか安全ないですかねあのお家のネットワークですか外出先のネットワークですかって聞いてくる。 でおうちのネットワークにするとプリンターとかファイル,ーーァイル共有ができるようになるみたいなことはです、ね、これと同じことをやっています。